約マイナス十八約マイナス十八は、ソ連のヤコブレフ設計局で開発された複座の練習機で、NATO コードネームはマックス。u t マイナスにメガボルトから発展した機体で、試作機は九百四十六年に初飛行。後半な試験の結果、翌年に生産が承認され、ワルシャワ条約機構軍の標準練習機となったほか、冷戦後は、極技飛行の訓練機として、 西側諸国にも販売された。また、朝鮮戦争では朝鮮民主主義、人民共和国軍によって、ポマイナス2に変わる夜間攻撃機としても使用された。ソ連の民間型約マイナス18は、1949から54年までの間国際航空連盟認定の世界記録を多数、樹立している。引き込み式となった、こ着装置は当初は、リン式だったが、 後に、ジェット機時代の到来に合わせて、全輪式となった。極技飛行用の短座型も開発されたほか、アエロフロート航空用の練習機として開発された、最終型約 -18T はコックピットを拡大して、複列複座の四座となり、ほとんど別設計の機体になっている。中華人民共和国では、CJ-5 として、ライセンス生産された。また、 改良型の約 -18A によく似た後継機の CJ-6 は約 -18 の機体構造を全金属化 c M-11 エンジンを新型のものに換装した機体である。21世紀が到来する2001年までという非常に長期間の製造が行われ、ライセンス生産分も含めると半世紀以上の間に8434機が製造された。 また、本機をベースにした機体としては、CJ-6 のほか、約 -50 や約 -52 が存在する。約 -18A、18 A 約 -18TU 2よう告。ありがとうございます。